この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。相席スタート山添とインディアンス田淵の激イタ珍道中。いやはい、先週のやつお聞きの方はもうお察しのいいとこやと思うんですけど、まあでも僕チェックしましたけど0回再生でしたけどね。いやいや、ちょうど、いやいや、今俺が鬼のように拡散してるから。お前ほんまな、お前いっつもより饒舌やで、分かってる。ほんまやめや、お前。そうなんです。先週に引き続きインディアンスのマネージャー愛ちゃんにも今日は参加いただいております。愛ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。いや、あのね、はい、そのね、本来ね、これね、仕事じゃないんですよ、愛ちゃんね。うん、時間削って来てもらってるんですよ。うん、ねえ、だからもっとただ喋りたい話をしてもらった方がええんちゃうかなっていう声も届いてますけどね、僕の方に。届いてますか？届いてませんけどね。別に。ただ、うん、どうかなと。前回の。その前回のはね、そのタブッチャンフライデー事件の裏側をマネージャー目線とかでお話聞いて。はい。で、愛ちゃんがタブッチャンはそういう恋をしてません派、俺はしている派、はい、であえて分かれてディベートをしてもらった。ディベートしたんですよ。はい、はい、で結局ちょっとこう僕してる派の人間が負けてしまったんですよ、正直。はい、まあ、前回愛ちゃんがもう突き通してくれて、そうで、しかもあれは本音やと僕は信じてて、うん、ということはってことじゃない、じゃあそういうことじゃない、飲んだだけなんかっていうのでまとまりかけてたんですが、がさっき、はい、愛ちゃんが、はい、衝撃の一言言ってました。何すか？私、ディベートのポジション、今の逆やったら絶対勝てます。なんでそんなこと言うねん。なんでそんなこと言うねん。ほな、そっち本心やないかい。おい。じゃあ、おい。仮にやってみていい？俺はもうだってしてないってもともと思ってるからさ、タブちゃんは。ミノスズメさんと。ちゃんと名前言うな、お前。一回も。お前。何回も名前言うけど、お前やで、一番いじってきてんの。五反田で飲んだ後にタブちゃん家行ったって俺は信じてないからさ。なるほど。うん。あ、だから、山添としては本心の方のポジションに行けるってことか。うん、むしろ俺の方が強なるんちゃう？お前ほんま頼むわ。うん、もうマジお笑いとかなしでやって、ほんならそれやったら。いや、これはもうほんまに、いつもふざけた内容の、喋りを届けてるけど。そうやで。今日はただの、まあ、喋り場的な。あ、ええやん。回になると思うわ。一回激板忘れてよ。忘れていい。それは、うん、それで俺は痛いと思えるから、おもろいと思うねん。皆さんすいません。今週に限っては、痛くない回ですけど、すいません。真面目な話だけさせてもらいます。これは嬉しい。ほんなら、もう一回ポジションを、立場を、改めて。はい。じゃあ俺は、たぶっちゃんは、みのすずめさんと。名前言うな、ほら、お前何回も。おちんちゃんはしてないという。おちんちゃん。はーでいきます。はい。はい。で、愛ちゃんは、まあ、じゃあ、まあ、下派で。下派でね。下派で。よし、わかりました。まずは先週、前回と立場が入れ替わってると。はい。はい、ディベートお願いします。はい。はい、いや、俺は、たぶっちゃんと同期で、うん、長く、もう、一緒にいて仲良くしてるんでわかるんですけど、うん、そういうことをするような人間じゃないですし、うん、そういう行為に興味ないんちゃうかな、とすら思ってます。はい。はい。うん、でも、やっぱお相手の方そういう。セクシー女優さんね。そうですね。はい、セクシー女優さんで、うん、家に来ました。うん、山添さんがその立場だったら、うん、そのまま返せますか？やば。はやっ。おい、山添。やばっていうのは、はやお前。お前がやばいって、お前、言い返せ、やばい。確かにね。確かにね。ちょ、どっから声出してんの、お前、言うやん。お酒入ってます。お酒は、入ってたかな、ちょっと。いや、でも、僕、タブちゃんに聞いたんです。はい。その日、結構、ミオさん酔っ払ってたんで、はい、解放したい気持ちで、家に来てもらったんだと、はい、そう聞きました。だから、そんな、いかがわしいような行為には映らないと思います。でも酔っ払ってる女性って一番あざといじゃないですか。あ、そうなんですか。おそらくちょっとだけ気になるのは、はい、立場入れ替わったやんか先週と。はい。返しが早い愛ちゃん。愛ちゃんの返しが早いけど、
え、俺の気のせいかな。もうちょっと口ごもってたと思うね、選手。今頑張ってやるな。そう、そこら辺は皆さん、そこは分かってる。緊張してるよ。めっちゃ緊張してる。で、あと山添もちゃんと、はい、そのフライデーの方の、うん、あの、書いてあった記事に、そって言ってくれてるから、それをめっちゃ嬉しい。解放をしてるみたいな写真も上がってたし、うん、そこに、な、そって言ってくれてる。俺嘘つきたくない。そうやんな、うん。いや、今のところめちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいい。ただちょっと、検討早いよ。ちょっとじゃあ。うん。いい、いい。で、愛ちゃんの攻めは何やったっけ？あ、そうですね。あの、酔っ払ってる女性、解放します。うん、解放ってことは、ある程度こう、ボディタッチがあります。くっそー。早い。お前。ジブリの話だけで終わらせますか？あった、そういえば。じゃあ、山添。山添弱いって。山添弱いって。じゃあ、その、ジブリのトークしながら、はい、なんかその体まさぐったみたいなこと言いたいんですか？え？パス出してる。お前、じゃ、おい、山添、パス出してる。パス出してる。じゃあ、おい、おい。なんかその、おい。ジブリを隠語としながら、その言葉攻めしたとでも言いたいんですか？おい、山添。もうな、え？記事にもないこと言ってるよ。そんなこと言ってないやん。記事にもなかったよ、そんな。俺のおっこと主を的な。え、ちょっと。解説をタブちゃんがしたとでも言いたいんですか？いや、俺、こだまぐらい。そんなことするわけないじゃないですか。こだまぐらいしかないね、俺。タブちゃんが、ズボンの中のポニョとか言うわけないじゃないですか。山瀬。山瀬。怖い。山瀬。なんでそんなこと言うんすか、タブちゃんが言ってるかもしれんで。山瀬のターン、やめて、もう。山瀬のターン終わってるから、もう、その、もう愛ちゃんの番になってるから。で、お前、不利やって、お前それ。はい？お前が言ってること不利になる。俺めっちゃ怒ってる。今、愛ちゃん。ごめんやけど。怒ってる？初対面やけど。怒れてる？めっちゃ怒ってるわ。怒れ、もっと。ちゃんと怒れや。友達のこと疑ってくるから。せやんな。うん、せやんな。いや、愛ちゃんとあるんですよ。いや、でも私も、やっぱ、田渕さんのこと知ってますし。うん。でもやっぱ、あくまでも男性なので。うん。っていう意味で。うん、男だったら何と言いたいんですか？いやいや、男性で、やっぱ素敵な女性いて、うん、お酒飲んでて、うん、お家連れて帰る、はい、はやっぱりもうやっぱりこうなんですか？やっぱりこうされるじゃないですか。何をですか？ちょっと何から何からですか？山添表現というとお茶おちゃんちん。そうですね。おちゃんちんですか？おちゃんちん。何ですか？おちゃんちんって何ですか？隠語です、それこそ。それだってで言えないですから、ちゃんとした言葉をね。そうですよ。おくそちゃん。だから愛ちゃんの言い分としてはそらおちゃんちするでしょうよっていうことですか？はい。やっぱ素敵ですし、やっぱその素敵ですよ。素敵です。でも先週愛ちゃんは、はい、家行っても、はい、その手は出されたとしても、はい、あ、タブちゃんは手出してこないとそう言ってましたよ。山崎くん、これは立場変えって言ってるんで、先週の発言は。そうです。はい、僕が、先週の、愛ちゃんを、はい、今、スタンドで出してるだけなんで。ダメです。だけなんで。だけなんで、ちょっと待ってください。だけです、ね。それでも愛ちゃんが勝てるのかっていう。なるほど。続けてください。タブちゃんは手出してないはず。そっちで押し切りましたよ。先週の愛ちゃんは。女性は好意ないとついていかないんですよ。はいはいはい、はい、私の場合は、はい、まあ、結構、はい、あんまりそんなそれでついてったりはしないから、はい、これじゃあ女子によるということですよね。いやでも、いや選手の愛ちゃんはそのついていってもそういうことはない、本当に楽しく飲んだだけって言ってた。はい、そうそうそう、はい、でその想像したタブちゃんはアプローチしてきませんでしたかという俺の質問にも。してましたね。アプローチしてこなかったですと言い切ってたから、はい、俺が参りましたってなったの。はい。先週はそうでしたね。そう。だから、それをそのままそっくり返したいんです。タブちゃんは、ミノさんを家に呼んだとしても。ミノさんって言うな、お前。もう。一回名前出すね、お前。アプローチしてこないって。愛ちゃんも思うでしょ。でもやっぱセクシー女優さんでセクシー女優さんが酔っ払って、うん、今これ何が起こってるか分かる？何？愛ちゃん対愛ちゃんでやってんねん。バグっとるやないか。
ディベート乗ってないやんけ、それやったら。おい、何してんだ。先週の愛ちゃんを出すな。そうなるとディベートが成り立たんから、それはあかんやろ。だって自分の意見と自分の意見ぶつけてんねんから、変なことなるやろ、それは。先週ちょっとなんか、負けたって思ったけど、うん。今週の方が負けた感じあるわ。やばいて、それやったら。くそ。くそ、ちゃうねんて。頑張れるってまだお前。お前まだ頑張れるって。じゃあ、してるってことっすね、愛ちゃん。そうですね。見たか。何をやねん。なんかは見たけど、何かわからんもん。見たかってね。お前途中パス出してたぞ、山添、お前。そんなわけないやん。出してたぞ、お前。俺は憎くて仕方なかったね、愛ちゃんがね。いや、俺のおっこと主があって。とか言ってたってことですか、じゃなくて。言ってたやん、今日も。あの時とか俺一番愛ちゃんに怒ってた。ほんまか、お前。怒れてなかったで。とでも、田淵が言ったと。思ってるんですかって。怒ってる語気でボケてたで、お前、ずっと。ボケ一個も入れてない。視聴者納得してくれるかな、今回。嘘やろ。お前が、もし、ディベートの雑魚や。ボケ入れてなくてあのディベートやってたら、うん、お前、むっちゃおもろいで。お前、むっちゃおもろいよ。くそ。くそちゃうねん、お前。舐められる。芝居すんな、お前。リスナーに舐められる。舐められてんねん、もう。ずっとむちゃくちゃなメッセージばっかり。ごめん。何が？ディベートが弱い友達でごめん。言い返せへんかった。たぶっちゃんが。言い返せるって、もうちょっと。絶対。ごめん。お前がフライデー出た時、絶対俺もっと言い返せるもん。俺やったら。ほんま腹立つ。お前が先にフライデー出てほしかった、これやったら。いいやつやったよな。ほんま腹立つ。田淵いいやつやったよな。俺めちゃくちゃフォローできる。俺が先に出てもうたばっかりに。こんなやつに援護射撃頼んだから。早かったですよ。早かった。ほんで、誰もまだ気づいてない段階で、先に個人の、ほんまにプライベートの LINE で、田淵フライデーツイッターでいじってもいいって、そこじゃん。めちゃめちゃ早いね、こいつ。俺もまだ収集ついてない段階で来たから、相手もあることやからってめっちゃ思んない LINE 返してもやめろよ、お前。素敵な返ししてたな。あれめっちゃ恥ずいね、今考えたら。ええよーって返したかった、俺だって。収集ついてなかった、俺も。お相手のことあるしね。あんねん。な。お前。そう。何がやねん。お前、今何に腹立ってんねん。もう話変えよう。え？そんな、初対面のインディアンスのマネージャーかなんか知らんけど。さっき一緒に。うちの担当してる芸人は、絶対セックスしてますよ、みたいな言われて俺気分悪いよ。やばいなぁ、こいつ。まとめんなよ。気分が悪い。俺やって。ずーっと吐きそうの。ずーっと吐きそうやな。すいません。すいませんちゃうわ、お前も。オゲーどんなマネージメントやねん。アホやな。してると思います。ちゃうねん。女エロ詩吟みたいな。田淵してると思います、みたいな。何してんねん。アホやな。飲んでてーやん。飲んでてーやん。外で飲んでてーやん。家帰ったなしてると思います。何やねん、何やそれ。木村さんすいません、ほんまに。いやお前な、ほんま、お前らな、ほんま、ほんまに。いや俺こんなんがしたくて今日愛ちゃん一緒にラジオって誘ったん別にちゃうからな。何結婚同行の話とかから始まったのに、なんでそこフライデーの話になってんのお前。いや普段のインディアンスのこととかも気になってるリスナーさんいるやんか。そらせっかくやから愛ちゃん、なんで俺らの普段の一発目がフライデーやねん。やっぱホッとすぎましたね。ね、ホッとすぎましたねはお前がフライデーって言い出した時に気づけるやん。ほんで話題変えれるやん別に。あ、これはホッとすぎるか、ほんな他の話しようかっていけるやん。下手やねんな。めっちゃな。な。めっちゃな。ほんで。悔しい。悔しがれや。なんで俺の目見て悔しいって言えんねん。あの、キャリアこれからも積んでって直せるようにする。お前14年目でもう。もうできなあかんねん。何してたん14年。何してたん14年。風。やっぱ風やった。かすかなと思って付け始めたけど。付き合い始めた時にカスかなと思ったけどカスやった。びっくりした。
こんなちゃんと勝つなことあんねや。びっくりした。何の話よ。いや、だから、お前がトイレから帰ってた時に、俺と愛ちゃんが喋ったのは、絶対、山添より俺の方が結婚早いっていう、かわいい小競り合いの話やったわけや。絶対に俺の方が、その、まあ、できるからね。何を？おっちゃんよりは。何を？結婚できる可能性が高いからね。それは、何においなんでその自信につながるの？何の根拠があるの？え、だって、男バロメーターがだってもうちっちゃすぎるやん、たぶちゃん。うわ、びっくりした。愛ちゃん。愛ちゃん。ここは今日は愛ちゃんが持ってくれる意味がめっちゃあるわけや。うん、これは一回芸人ということを度外視して、山添と田淵で、うん、男としてのポイントがどっちが高いかを聞こうよ。俺らで喋ってても、うん、いや、俺の方が俺の方がなるから。そうそう。そうやろ？でも一個だけじゃあ、あの情報を入れるようにしようか。あ、一個ずつアピールしていいってこと？うん。アピールなりなんなり。俺がまず思ったのは、うん、なんで田淵より自信があるのかって。うん、だって、美濃さんと付き合ってないんですよ。お前何回名前出すね、お前。おい。あれ絶対付き合ってた方が良くない？だってさ、もう、田淵ちゃんじゃ、もう無理やで。で無理ですね。あんなお綺麗な方として。なんで桃井香織みたいな喋り方すんねん、お前。今からでももう告白した方がええで。なんで桃井香織みたいな喋んねん、こいつ。いや、俺は付き合ってないから付き合ってないですって記者に答えたんよ。うん。それは自然のこと。告白してもう地元帰り、錦飾ったんやから。あフライデーに乗ったって、錦飾れてないんだよ。親父から写真だけ LINE で送られてきて、これは何の写真ですかって聞かれたんやから。もう名字もらい、美濃。あんまないねんセクシー女優さんが。美濃もらい。芸名からもらわへんねん、あんまり。あの人本名ちゃうか俺、美濃に養子入りせへんねん。させてもらいも。させてもらいちゃうそれだけ。それぐらいしたとしても、結婚させてもらった方がいい。もう無理やで、田淵ちゃん。最後のチャンスやで。あ、なるほど。うん、田淵はあの最後のチャンスを逃したような男やって言いたいわけ。そうよ。告白してんやったらすぐし。山添は、彼女ができるたびに、2ヶ月で別れる。そんなさ、そんな気持ち悪いことある？ちゃうそんな気持ち悪いことある田淵ちゃう。2ヶ月ずつ付き合う男おる。俺は定期的に半年ぐらい付き合うんや。そこがキモいって芸人に言われた。早くもなく、めっちゃ長い彼女がおるわけでもない、定期的に半年から1年付き合って別れるやつっていういじられ方してんね。ごめん、記憶違えた、ね。2ヶ月じゃない。半年ずつも来所ないか。半年ずつ彼女がおるって。長らくおらん。10年近くおらん俺も変や。こじらしてる。確かに変。やばいと思う。半年ずつ彼女変わるやつもだいぶ変やと思うで、それをずっと繰り返してんねんで、そこは俺は変やと思うから、そんなやつら俺が早いと思ってるっていうことです。どう思います？どう？難しい。まあ難しいよな。まず愛ちゃんからして、山添ってどんなイメージ？え、でも優しいイメージです。優しいよね。はい、現場でもなんかいつも笑顔で、なんかおはようございますって言ったらおはようございますって言ってくださるんで、なんか気持ちよくな、はい、でも全然それって普通ちゃう？え、気象いいの？え、そんな普通のこともできへんやつがおるってこと、俺許せへんわ。俺みんなよ。そんなこと言いながら。あと、え、とか、え、多いのめっちゃ気象いい。めっちゃ気象いい。俺がって、えがついてるのめっちゃ気象いいから。そんなとこ点数なんねえよ。びっくりしたよ。で、並んで。1個目のジャブで言ってくれてるから。ポイントなんかまだありそうやな。え、聞けや、話。なんか遮ってもうただけでまだありそう。めっちゃ遮ってるけど、でなさそうやけど、いける？ある山添のイメージ。でもこの間、うん、幕張にの劇場にたまたま行った時があって、その時に、うん、モール内ですれ違った時にすぐ気づいてくださって。そうや、そうなんですよ。エスカレーターね。あ、そうです、エスカレーターで気づいてくださって、なんかあ、正直面識は今日飯食うまでにも何度かはあった、まあ、あったもちろん。ああ、そうそうか、そう、インディアンスと一緒にあるかと、ああそうそうそう、マネージャーさんやなとは思ってたから。あ、でもショッピングモールのエレベーターで、エスカレーターで、はい、そうそう、へえ、ね、あ、まあ、それはもうちょっと偉いな。まあ、ちょっとやけどね。それあったことあるマネージャーやと、それは気付くやん。それはそんなドヤ顔で言われてもさ。ああ、余裕でできる、当たり前やん。いやいや、それそれが一番の武器の、それが一番でかい話の。じゃあ逆に田淵ちゃんのいいとこ教えて。愛ちゃん、田淵さんは、うんうん、あ、でもなんで笑ってんの？なんで笑ってもうてんの？あるよな、何個かあるよな。めっちゃかっこいい話していいですか？え、
これが。これは俺やめとくか。なんで？え、俺ってさ、このラジオで損しかしたかあんの？得したことないねんけど。やめてもええねん。得したことないこのラジオ。俺、得したことないねんけど。いや、嘘。うん。おもんないとかしか言われへんねんけど。ちょっと待って。うん。俺もやねんけど。やばいねんけど。今振り返ったら。え、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで二人とも損してんの？二人でやってて。どっちかが得してるか、うん、ウィンウィンかじゃないん、二人のラジオ。人に勧められへんわ、こんな番組とかしか言われたことない。どうやって勧めたらいいんですかは聞かれたことあるけど。とか、あと、なんでこいつらここでやってんのとか。自分らで勝手にやれや、とか。は言われたことあるんだけど。うん、さらばの邪魔すんな、とか。とか、あるある。だけど。あれほんまや。え、ちょっと待って待って。待って待って。なんか。変な落ち着いてまう。関係ない、関係ない問題出てきてもらった。ちゃうねんちゃうねん。それは一旦置いとこ置いとこ一旦置いとこ置いとこ。いや、俺の。ええとこ。ええとこやんか。はい。ちょっともうその話聞かせ、俺が持ってもらってるマネージャーっていう俺には、だいぶさ、リテマンデアドバンテージがあるから。それはごめんな。それはごめん。うん、そうだそう。私が去年ついて初めてなんか収録の現場に行った時に、うん、帰り途中までタクシー一緒に乗せてくださって、うん、で帰ってる時に話してて、私そのタレントさんと一緒にタクシー乗るのがその時初めてで、うん、めちゃくちゃ緊張してたんですよ。へで田淵さんがでもそれでもすごい普通普段通りに喋ってくださってて、うん、で M1 の話をしてて、うん、M1 はい、うん、私は M1 すごい去年見ててみたいなんでインディアンさんつけて嬉しいですって言ったら、うん、今年も絶対連れてってるからなって言ってくださってそれを現場絶対あれ見てほしいね。タッチの若干のタッチの言い方してるやん。もういやでその時に決勝行けたってことやからな。でそれは有言実行してくださって、え、みなみちゃんやと思ったってことまあみなみちゃんやと思ったってことなんやろ。この話聞くと M1 を甲子園やとしてそうやな、言うたら甲子園やん。お笑いのさあ漫才しのさ、うん、いやそのちょっと待って、えまずちょっとマネージャーが M1 連れてったるって言われて、うん、芸人その自分の担当してる芸人が M1 行って、うん、嬉しい嬉しいやろ。なんで分からへんねんこいつ、喋りがいないわ。ほんで1年目やってね、その時。その前までは吉本に入ってなくて、うん、俺らを M1 で見てくれてて、うん、でも愛ちゃんが M1 決勝行ったことにはならんで。いや分かってるわそれに置き換えて考えてんちゃうんです。その景色見せたるわってちょっと景色そんな感じ言ってたっけ俺。いやちょっとえ、よかった。それ多分決勝前にその話愛ちゃん外でしてたら多分落とされてんだよ。何がやねんお前、なんでやねん、落とされるわけないやろ。何やねんそれ、どういう理屈やねんそれ。今今年は聞いた？まだです。え、待ってよ、変な沈黙流れた。いやこれ嘘ほんま、これ今年決勝行ったらプロポーズの流れ。どこがやねんおい下手くそやな、下手くそやで。え、気まずい気まずい気まずないて。いやこっちやで気まずいの、お前下手すぎてどうしたらええねんこっち。いやそのなんていうの、その今年もめちゃめちゃ自信ありますよ、もちろん、うん、絶対に連れていきますよ。去年は3位に甘んじましたよ。すごいけどね。今年は決勝行って、最終決戦行って、優勝や。優勝して、優勝チャンピオンしか見られへん景色。これがもう残りやん。最後一番見たいとこやん。うん、最終決戦まで去年行けたと。うん、俺はもともと行けたとこ、一回行けたとこまではもう一回行けると思ってんねん。その上しかないわけや。もう優勝しかない。その景色を愛ちゃんに。見したるわ。ダッサ。いや、拳出してるこいつ。今、拳出してました。なんでラジオやねん、これ。言わんかったらバレんやろ。言うな。ほんまに出してたけど。ゆっくり。肩入れてた。はずいからゆっくり出してもらった。ちょっとだけスクリュー効かして。手の甲がちょっと内向くように。前田タイソンがいいパンチを思いついた時に、フォークスクリューやってた。あんねんあんねん。あって思いつくねん。タイソン、いつも。え？ロックブルの話これは強いね。いや、話これは嬉しいな、うん、でも初めて芸人さんタレントさんとタクシー乗ったんですっていう話をしてた時は覚えてる。そうです、覚えてる。あの時です。へえ。いやこれはだって1年前か1年前
1年1年前やな、うん、ほんまに1年前ぐらい、うん、めっちゃ覚えてます。ほんまやな、それもあった。これはでもね、もう強いでしょ。これは強いからなんとか攻め込みたいんやけど、うん、でもさ、愛ちゃん、こんなさ優勝の景色見せたる連れてったるのやつなんか取られてる場合ちゃうやんの。やっぱこいつ、おい関係ないやんそれ。ええー、関係ないねお前。俺やったらもうファンザで済ますけどな。ファンザで済ましてネタ考えるけどな。お前いつもライブのギリギリにあかんネタ全然できてないって言ってるやん。そんなやつにネタ作るけどな、絶対言われてないよ。皆さん聞いてください。山添店って息ってやってるでしょ。3日前でガリガリになってギリギリ作ってるんですよこいつ。もっと余裕持ってもっといっぱい練習してお客さんの前で披露したくないですか。普通あかん、田淵やばい、ネタできてないね、寝てないね、今日も寝られへんわ、今日も寝られへんわ、ラジオ撮る時間ない、ラジオ撮る時間ない。その呼び間が、その今が、ネタ考え、ネタ考えなんか、はよせ、はよせお前、取りかかんの、何してんねん、ダサいな、あかんねんお前、何してくれてんねんマジで、くそ、いやそれではやっぱり反論できへんのちゃいますか。でもこれはもう俺が持ってもらってる愛ちゃんやから圧倒的に有利やから、今度は山添のマネージャーさんにも出てもらいます。レマちゃん、レマちゃんか、うん、レマちゃんの意見もさ聞きたいよ。レマちゃんからの俺のイメージも聞いてみたいしな。いやーくっそ。いやあのさ、うん、愛ちゃんはさあの言ってもフェアなのよ、うん、コメントが。そうね。そう。怖いから。俺にもフェアやし、うん、タブちゃん、自分の担当してる芸人のタブちゃんにもフェアなの。そうやな。レマちゃんが、え？俺、レマちゃん、アウェーなんよ。え？ 100 ゼロで計算派ないよ。100ゼロってある？うん、100ゼロってある？俺が昔、付き合ってた彼女に、あげるプレゼントで、うん、その日に買わんと間に合わんくて、この辺でジェラートピケってあったりするって、うん、パジャマ買おう思って、ジェラピケね、うん、言ったら次の日ケイさんも知ってたから、早っ、なんか山添さんがねプレゼントでジェラピケあげるお相手がいるみたいですよケイさん。そんなやつなんや、めちゃくちゃチクってるやん。だから俺不利やね。不利やレマちゃん来られたら、いやあんまないって。自分が持って持ってるマネージャーさん不利ないから、あんま不利なことないから。レマちゃんいかついな、いかついだあいつ。あマジで、そうやね。アイちゃんはレマちゃんは、あ、はい、だいぶ知ってる、知ってます。あそう、はい、優しい先輩です。先輩やんね、先輩です。あんまりそのなんていうかな、そのなんか結構そういうちょっと、いやそんな計算派な感じが分かる。そんな感じでせえへん、はい、おー、うん、もろそれはでもちゃんと公平にジャッジされるんじゃない。だからそれはだって今回は俺が有利すぎたから、うん、次はレマちゃん編もさ。まあね、俺たまにはやっぱこういう形めっちゃいいと思うねん。え、お前なんでさ、うん、なんか勝ってる側みたいな感じで喋ってんの。あ、ごめん、なんかお前が負けてるみたいな顔してたからずっと。俺勝ってるっていう顔したくなかったけど、お前が負けてる顔してるからさ。いや、アイちゃん一個も言ってないで。でもアイちゃんがもう田淵さん勝ってるっていう顔して持ってたから、あ、じゃあ俺勝ってる顔せなあかんねんってなるし。それはしてないけどな、あいちゃんな。あ、うなずいてる。うなずくんかい、そこうなずくんかい。いや、後半は俺が優勢やったやろそれは。じゃあもう、じゃあ直接聞こうよ、そのどっちが結婚できそう、うん、俺か田淵やったら。そうやな、そうやな、一女性としてはっきり聞いた方がいいな。もうほんまに芸人っていうの度外視して考えてくれる部分もあっても全然いいし、だってもう愛ちゃんやったら、愛ちゃんという普通女の子、お山添田淵っていうただの男の子って考えた時にどっち選ぶっつったら、もうまずそこは分かるやん。そうそう、そこはもう分かってるやん。そこはもうありがとうやし、俺としてはってなったら、もう俺としてはちょっと
なんでこの相手と勝負してんやろってとこで、あの、納得できてない部分はもちろんあんねんけども、これはでもまあ、縁があってね、こういうことになってるわけで。まあまあたまたま同期でね。うん、普段は、あの、このような、私服相棒、男優男と。おい今までの俺。争ったことはないです。俺のいじり全部一個にすな、まとめて。冬場の私服相棒なんと、最近のフライデーで男優と、もうええわ一個にすな。何してんの、お前と争うのが普通ぐらいのやつって思われたら俺も、やり捨てないか。だから、争ってると思ってる時点でお前が下なの分かる？俺争ってると思えてないから、なんか下うるさって思ってるから。下の方でうるさなんか誰かわーわー言うてるわっていう。あ、山添かあれって。目細めてるからな、俺。分からへんねん。つむじだけ見ても。お前さ、この質問がさ、愛ちゃん結構困らしてんのとか分からへんやろ。そういうとこやで。え、なんで困ってるかが分かってないお前がやばいで。答え出てもうてんねん。でも迷ったふりせなあかんからきついね。え、分からん？えぐいで、お前。愚かやで。分かってへんかったやん。愛ちゃんからもう答えもらえると思ってたよ。愛ちゃん今困ってんで。え、だから困ってる理由よ。なんで困ってるか。急にラジオ呼ばれて。うん。で、なんやったら、その、田淵は自分の担当してる芸人やけど、はい、俺に関しては担当もしてへん、先輩芸人。まあまあ、愛ちゃんがしたらな。そう。言いにくいやん。しかも、お笑いの流れとかもあるんちゃうかなとか、いろいろ今、脳ぐるぐるしてる。なるほど。そんなんとかも気づいてあげな無理やで。え、それ気づいた上で、うん、で、勝敗がくっきりしてもうてる上で、山添がまだ勝ってる顔してるから、愛ちゃん困ってんねんで。え、わからん。え、ちょっと待って、嘘やろ。山添さんやらばなあかんの、私。無理やでっていう戸惑いやねん。無理やって、そら。誰がこの現状で山添選べんねん。えぐいて、それは。俺ちょっともう愛ちゃんのこと考えて締めたんやけど。うん。いや、ちょうどええ時間やねん。もう答えさ、うん。無理やり出さそうとするのやめ。確かに、かわいそう。確かに。かわいそうやわ。かわいそうじゃないねん。明確に答えが、もうリスナーさんも俺もわかってんのに、あえて出すのが野暮やからやめようか。答え出すの。これ俺、なんかのハラスメンやとや思うわ。え、なんてそれだけで返せる。それだけで返せる。なんての3文字で返せてまうから。うん、でもこれはまあ、うん、ええよ。はっきり出さなくても。まあ、一応まあ迷宮入りでもいい。うん、もうみんながおのおの思ってるのが正解ってことにしといてもいいから。またちょっと忘れた頃に愛ちゃんには出てもらって。そうね。うん、答え確認してもいいし。せんくてもいいし。じゃあ、激板初の女性ゲストとして2週出てもらった。はい。はい、どうでした愛ちゃん。愛ちゃん。ありがとう。ありがとう。まずはありがとう。まずはほんまにありがとう、うん。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。愛ちゃん顔出しはしてないよね。テレビに映ったことはまだないか。いはい、SNS とかに上げてるのしてる。あ、でも一緒に写真とか撮ったやつも上がってないか。上げてない、ね。上がってないか。はい。まだ顔もね。なるほど。はい。でも声でね、皆さん見た目は想像していただいてね。いや、正直、愛ちゃん可愛いです。うん。本当に可愛い子。いや、ほんまにこんなね、あの、上品な番組に、飛び入り参加してくれてありがとう。上品な、うん。ありがとうございます。私もヘビー入り様なので。これめっちゃ聞いてくれてるんですよ。聞いてくれてるんですよ。ものすごい聞いてくれてて。この間の、とか言うてくれるから、いつも。これは嬉しいやん。じゃあ、これ聞いてんやとしたらさ、もう愛ちゃん答え出てるやん。何がやねん。いや、これ聞いてる人は答え出てんねん。わかる。同じ気持ちやん。どっちが男として、はい。オスとして優秀か。うん。の、うん。目に見えてるよな。うん。ほんまに。ちょっと、このさ、マイクのところにさ、はい、ひそひそ話でさ、言ってくれへん。俺ら耳塞いどこうか。そう。で、目もつむろうか。うん、目もつむろう。口の動きで分かってまうもん。うん。で、言ってな。あの、理由も、ひそひそ話でそのマイクに言って。名前と、なぜ選んだのかの理由、うん。で、選ばへんかった方も、なんで、あの、選ばへんかったかの理由も、もし言えたら言って。うん、そやな。俺。どれぐらいの声？あ、もうそれぐらいで全然。うん、全然聞こえへん。で、終わったら、はい、あの、こう、手振って、俺ら。あ、了解です。こっち側向いてるし、手振ったぐらいだったら分かる。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしました。